イトメは、ダモーツがサシバ5回目5回下の一種の、低生動物である。イトミイミズとは別の生物である。奇水から、淡水の浅瀬の泥中に住む。日本では10から11月が、繁殖期で、大潮の夜に生殖体に変形して淡水に遡上し、繁殖する。日本では、バチ、エバなどと呼ばれる生殖体を、釣りの生き涯や、幼魚用の餌として使用する。 中国語の標準名は、イボフンゴカイというが、中国関東省の純徳料理や公衆料理では、野ぎ虫の名で、生殖体をチンピ風味の卵虫や、炒め物などの料理にして食用にする。シャリシャリした食感があり、タンパク質と脂肪が多く、アミノ酸バランスも良いとされる。タマエデルタにある水田には多く生息しており、5から6月と8から9月の繁殖期に水田に、 水を入れると流れに乗って集めることができるため、取り集めて出荷する。2017年3月9日放送の NHK、世界入りにくい居酒屋、甲州では、バンク福家チ鎮の食堂の例を、誤解される茶碗虫と名付けて紹介。クレダマ、ツヨシ、鳳王アリフ、オンサン、オトリ、リカイウン、イボフン誤解栄養成分分析を評価、水陸漁業2006年が遺産期。 2006年、花城出版社編、関東特産風味市南、花城出版社、1983年。ありがとうございます。